おむつ食べようとしてるよ。すごい。大きいね。見てどうぞ。あうん、ありがとう。すっごい可愛い。キラキラ。パソコン、インターネット機器、ハードディスク録画装置等につきましては。すごい、おすごいねー。わわわそうです、男の子だったんです。あ、顔を隠してますか。あ、かわいい。上の子の時もずっと、暑いね、今日は。大丈夫ね。風邪じゃない、大丈夫。かわいい。バー。頑張ろうね、やさこ。頑張れ頑張れ大丈夫だよ。すごいね。あ、すごい。あ、痛いよ、痛い。あ、リコさん。リコさんよ、すごい。あ、もう、先生の顔見て泣いた。やさこ、頑張れ頑張れはい、頑張れ頑張れ白っぽくなってちょっと海っぽくなってますよね。はい、針の
いただきまーす。じゃあやりましょう。じゃあまずこのそいつから一番高い赤身からいきましょう。焼きます。焼きます。いきます。はい、どうぞ。スピードショー。うっす。いただきます。はい。うまい？神です。おいしそう。わー、うまそう。やばみちゃん。ハッピーホワイトデイ！いただきやす。去年の高級肉を思い出すよ。もらったやつ。うん、うまうまい。あかん、半端ない。うまちょっと油肉いってみようぜ。うん、油肉いこう。これは何がないか分かんない。2番目に高かった肉です。どこの部位とかない。どっちも肩。これは生肉触らないよ。やめなさい。これ生で食べるやつじゃない。もう生で食べときなさいじゃん。ユッケな。ちゃんとあのジューってやらないと聞こえてないの。聞きます。聞いて。うん、うまい。トロトロ。ふぃ。うん、うまい。半端ないね。うまい。うん、うん、やばい、とろける。さすが今半さん。さすが今半さんでございます。最高でございます。じゃあ最後の部位いきます。ここがもしかしたら一番脂身が多いのかな。おい、うわ、すごい、すごい、霜降ってます。霜降ってら、霜降ってます。これって何牛なんだ。黒毛和牛。黒毛和牛、うん、全部黒毛和牛。うい、うわ、これも半端なく美味しそう。もううめぇ。もううめぇ、目でうめぇ。めちゃめちゃうまい。うまい。やばいね、これ。歯ごたえがない。うん、すごい、とろける。
これぞ食べたかった肉。これぞ。これ野菜まだ入れない？野菜も入れちゃおうか。うん、待ってか、やば。マロさんがやばいもん。マロさんが散らばってしまった。これエリンギさ、なんか肉に巻いて食べたらコリコリ美味しいかなとか思って買った。肉に巻いてコリコリ。肉に巻いてコリコリするんじゃ。え、キュウリ入ってる？キュウリ入ってない。ネギか。入れやーす。うわ。なんだこりゃ。煮込みます。ごぼう？しいたけの切れ端。切れ端。イエーイ。プレゼントフォーユー。うえ。忘れてました。乾杯。あー、うまー。興奮してる。2番目に高い肉。関東のすき焼きはこうじゃない？鍋さっきみたいにやかんやろ。おいたん。わあ、うまそう。うまいですか？もううまいなんてところの話じゃない。やばい、幸せの極み。リアルに最後すき焼きで人生を締めたいかも。でも絶対もうおばあちゃんになったらもうすき焼きとか多分こんなあの油の肉で食べられへんと思う。煮物とかじゃない。うん、エリンギコリコリ、うまっ。昼はね、すき焼きの具、肉の次に好きな具はお麩です。え？ユリね、お麩大好きなんよ。俺毎回もなんでお麩入ってんだろうって。ユリが大好きだから。ふいかも。豆腐。うまい。最高。見てるよ。うん。もう肉ないで、全然。結構でも俺お腹いっぱいしてる。え、嘘。これが一番好きだ。一番高い肉？これが一番高い肉やったな。うん、うまい。白菜もうまっ。結論全部美味しい。あれがうまいんだよ、結局は。おお、それは自慢の奥さんってことですな。どういうこと？タレを作ったからってこと？そう。あ、手作りなんだ。そうだよ。下がね。まあ、手作りって言ってもむっちゃ簡単やけど。ふう、裏ね。大丈夫だね。一旦休憩する。え？休憩して残りのあとちょっとの野菜とうどんも行こう。無理無理無理、これはもう明日すき焼きうどんでしょ。じゃあ明日にお楽しみにしましょうか。そうしましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うー、美味しかった。髪掴んでバランス取ってるんだよ。そうだよ。痛い痛い、マジで痛い。痛い痛い痛い。やったら